日本の映画プロデューサー、脚本家、作詞家。本名の青木義久でも活躍した。梶井い次郎らの青空にも参加した。京都府生まれ、京都府立医科大学出身。ソ連ロシア文学の翻訳家として活躍し、1929年に結成されたプロ機能に参加していたが、次第に商業映画との関わりを強め、 pcl から、東方、中華電営講師でプロデューサーを務めた。戦後は、東映や自ら設立した独立プロの、松崎プロダクションで、劇場向け劇映画や、鉄腕アトム、鉄人28号などのテレビ番組、記録映画などを制作した。特撮監督の津村屋栄とは、旧知の中で、実写版の鉄腕アトムの企画も松崎が自ら、 つぶらやに持ち込んで制作が実現した。また、本名の青木義久で、劇映画の原作、脚本、脚色を担当した。自社作品の、鉄腕アトムでは、主題歌、鉄腕アトムの歌を作詞し、鉄人28号でも主題歌の作詞を担当した。1929年、ソ連ロシア文学の翻訳家として活動。老能ロシア文学総書第一集。 ゴルキー全集、プロレタリア移動劇場脚本集、第一集を刊行。同年、結成された、プロキノに参加。1930年、プロレタリア雑誌、1 0 7月号に、催涙ガスの話発表。1931年、奈良のあやめ池藩にあった、市川歌右衛門プロダクション制作の、13番目の、同志の脚本。1932年、 奈良県生駒市の月型プロ制作の赤月の紫外線で脚本。アヘン戦争を小国秀夫と共に高山書院から観光。1933年、この頃、アパート、乃木坂クラブに住んでいた滝口修造を知る。木村外寺、大村栄之助と共に、独立プロ、音が芸術研究所を設立。音が芸術研究所の 川向こうの青春原作。音楽喜劇ほろよ非人生、純情のと、ただの凡事人生勉強、俗、ただの凡事、アルプス大賞の脚本。以後、PCL 文芸課長から、東方文化映画課長となる。劇映画、アヘン戦争のポスター1938年、南京、北京制作。1939年、 戦友の歌、洋子公艦隊、亀井文夫監督、戦う、兵隊制作。同年6月、中華電英講師を上海に設立。制作部長。1940年、中国南部の大河を題材にした、記録映画、玉江を芸術映画社社長、大村栄之助と共に制作。ロケ中に、中華電英講師制作部次長で、 台湾出身の文学者竜と塚もめが上海で暗殺される。1941年、上海の月制作。上海人文記を高山書院から刊行。1942年、青春の気流制作。同年、記録映画、玉絵が完成する。同年、小国秀夫教著のアヘン戦争を高山書院から再刊。1943年、 アヘン戦争の原作、制作。姿、三四郎の企画。熱風の制作。1945年、館長会のバラ制作。1946年、第一次、第二次東方葬儀の最中、山本果次郎、黒沢明、関川秀夫のオムニバス映画、明日を作る人々、黒沢明、我が青春に。 食いなしを制作。1947年、女優、四つの恋の物語を制作。1949年、松崎プロと、東方提携作品として、小田元義監督の、地獄の貴婦人を制作。1946年、秋元健らと、内外映画社を設立。1948年8月5日、内外映画社スタッフが、 広島復興の記録映画、ノーモア広島図の撮影のため広島入りした。1951年、内外映画社で制作した、樋口玄一郎監督の教育映画、社会科教材映画体系郵便公開。1952年、内外映画社で制作した、田口明監督の森林泥棒が公開される。内外映画社で、教育映画、鉄道の人たち。 氷雪に挑む勘地保選の人々制作。1954年から1957年まで、少年姿、三四郎第一部三学の決と、少年姿、三四郎第一部三学の決と、うっかり夫人と、ちゃっかり夫人やりくり三段の巻、爆笑天国トンチ教室、サイザンス二刀流、姿、三四郎第一部、姿、三四郎第二部、柔道オルテン 柔道ドルテンクロービムソー、俺は犯人じゃない、地獄の札束、復讐は、誰がやるなど様々な娯楽映画の制作や企画、脚本に関わる。1956年、新東方の、女真珠王の復讐の原案。1957年、大阪テレビ放送の開局記念番組をもとに、制作された、これがアトブだ、アトブフィルムパンフレット制作。 1959年3月7日から放送の鉄腕アトム実写版を毎日放送で制作。1960年2月1日から放送の鉄人28号実写版を日本テレビで制作。1963年11月30日、青木義久の名義で脚本を担当した海に生きるを毎日放送で放送。 1967年、記録映画、利根川川口関製作。土木学会映画コンクール優秀賞。ありがとうございます。